この時計での刀の持ち主はかの源の雷光であったか。しかしいきなり切りかかられるとは。角はあやかしの証。雷光も早がてしたのじゃろう。出会えたのは良いが、話す暇さえなかったの。なんとかして真意を伝えましょうやないよ。ここはひとまず雷光を取ってみるか。確か羅生門と言うておったがのに。Yep.
なんと美しき一面の炎よ。今なら地獄でも何でも書けるわ。
清水へ向かいなさい。あそこは火の手が上がっていない。あの寺なら田村の分身のご加護があるらしいからな。
世の終わりじゃ。大仏様への祈りが足らなかったのじゃ。
シアドーマン、お前が黒幕か。愚かなり。生命か、余計な真似を。また玉城を集め直さねば。相変わらず可愛げのない。少々術支度に手間取りましたが、無事で何より。平安の願いが込められたこの都も、悪しき改まのはびこる地となり、戦場と見まがうほどの惨状になり果てました。陰陽の道は万物の調和を律して世を平穏に導く術。この術を託し、共に当麻の道を歩むは、心を許し合う同志。今日の闇を切り裂くは、羅生門へもたらされた新たな光。光を宿す稀人は、平安への大いなる吉兆。ふん、可愛げだと。それでは化粧の相手さえおりますまい。ここは一つ折り紙でも覚えてみては。いらぬおせっかいだ。東方が化粧など。ほら、お待ちですよ。鬼を斬る鬼とは実に珍しいな。今なら空きがあるぞ。